こんにちは。アートの扉アトリエ4キッズの林先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかを考えながら、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。さて今回は、アトリエ4キッズの授業の後に保護者の方からいただいた質問や相談にお答えする会です。オンラインで参加した4年生の女の子のお母様からの質問がありました。お便りを読み上げます。林先生、昨日も楽しい時間をありがとうございました。習い事の大会などの予定と重なって久しぶりの参加となってしまいましたが、 Zoom の操作等をよく覚えており、慣れた様子で参加していたように見えました。創作中一度だけ呼ばれました。行くとワイヤーの取っ手を思うようにつけられず、終わりの時間が迫っていたようで少々苛立っておりました。笑い。やってと丸投げされそうだったので、どういう風につけたいの、このビーズは動かせるようにしたいの、位置は、長さはなどと、どのようにしたいのかを具体的に質問しながら手伝いました。これ手伝い方としてはいいですよね。本人がどうしたいのかということを意識させる質問をねしてあげているので、さすが、リピーターのお母様ですね。取っ手がついてからは安心したのか、穏やかな表情に。終了後は作品を見て母が感じたこと、宝石箱みたいなイメージで可愛いね、ビーズの選び方にセンスを感じる、マスキングテープの雰囲気が瓶とビーズと合っていて好きを素直に伝えると、大きく表情は変えないけれど嬉しそうな様子で、マスキングテープは2種類にしたこと、細かく切ったことなどを話してくれました。こうやってね、お母様が先にご自身が感じたことを伝えると、自然とね、子どもたちの方から自分が言いたかったことを言ってくれるので、これもとても良い鑑賞の仕方、導き方ですよね。娘の細かいところにはこだわらずに手を動かしてみるというスタイルは残りつつも、以前のような漠然とした感じから少し変化しているような、少し繊細さも出た、全体をデザインしているような作品になっているように感じました。それはね、私もとても感じました。なんか手を動かしながら、走りながら考えるみたいなタイプの創作の仕方をする子だったんですけれども、ちょっとね、多分脳が大人に近づいてきているのか、イメージ、先をイメージしながら作る感じのデザインになってましたね。そして当たり前のように、ママも作らないのと言われ、多めに用意してあった瓶を使い、2人で創作タイム。いいですね。母はビーズやマスキングテープが大好きなので、可愛い素材たちに囲まれてウキウキ作っていると、いつの間にか娘が足りないものを取りに行ってくれたりとフォローしてくれていました。すごい。もう一つキャンドルを作った後はビーズでシンプルなネックレスや指輪を作って満足げでした。すごい楽しみましたね。夜キャンドルに火をつけて、家族で綺麗だね、明日はどれに火をつけるなどと言いながら、心温まる時間を過ごしました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ素敵な時間になりましたね。質問です。熟考が苦手な娘に、考えること、具体的に話すことの良さ、楽しさなどを分かってもらえるような遊びなどはありますか。考えることを面倒くさがってか、質問しても楽しかったなど一言で済ませようとすることが多いので、どういうところが楽しかったなどと具体的に聞くようにしていますが、本人が必要としていない、楽しんでいないので、今ではないのかと思いながらも、そろそろ必要なスキルだと感じる今日この頃です。なるほど、という、質問、メッセージをいただきました。ですね、ちなみに彼女4年生なんですが、創作の様子とか見ててもね、表現力とか感じる力とか発信する思いみたいなものはしっかり、ね、自分の軸をしっかり持っているタイプの子なので、あんまりね、その表現力という意味では心配するところは何も、感じる力とかね、ないんですけれども、
お母様がどういうところが楽しかったなどと具体的に聞くようにしていますというふうにおっしゃっていますが、この質問の仕方があれですよね。ちょっと気になりますよね。楽しかった以外にないのっていう思いがお母さんの方にあったりして、それに気づかれている可能性がありますよね。まあ、すごく上手に聞いていればいいかもしれないんですけど、子供って大人の意図って結構すぐ読み取ってしまうものなので、お母さんの中にあるもっとなんかないのとか楽しい以外に言葉考えてほしいなっていうような思いがちらっと見えてしまっていたらですね、見透かされている可能性もあるかもしれませんその場合、まあ、答えてくれないですよね。で、ですね、今日はその深掘りしたいことはですね、なぜ深く考えて表現しようとしないのか、そういう場合ってあるじゃないですか。そう、なぜそうなのかということをちょっと深掘りしてみようと思うんですが、まず最初にその伝えたいと思うほどの熱量はないっていう可能性、まあ、その熱量というのは話す相手に対してないかもしれないし、この人に話したいと思わないみたいなこともあるかもしれないし、その聞かれている体験自体に話すほどのことがないよって思っている場合は特にね、話したいと思わないから話さないですよね、具体的にはね。あとはその幼児に近い場合とか、性格的にその未来思考というか、過去を振り返るよりも次の新しいことに意識が向いていくよっていうタイプの子っていますよね。思い返してみてもいまいち思い出せないみたいな、性格的にもその幼児性の強さみたいなこととしても、年齢的なこととしてもね、どちらかわからないけれども、そういうタイプの子っていますよね。だからまだそのタイミングではない場合もあるし、すごく大人の脳に近づいていった場合、時間軸を遡ることが上手にできるようになるので、振り返りとかいうのは大人はできますが子供はできないので結構難しかったりしますね。すごく衝撃的なことであれば、それをのな伝えたいって思ったりするとは思うんですけれども、でもしくはそれを表現するための単純に語彙力を持ち合わせていない、その言葉のストックがないっていう場合もあるかもしれませんよね。でちなみにその結構感覚感性で生きてる人って、あんまり言語で伝えるっていうことに意識が向かないタイプの人っていますよね。それがいい悪いではなくて、そういう性質の人、言葉で表現することに重きを置いていないまま生きている人で、例えばなんか想像したんですけれども、もしかしたらそのお母さんが、大人側が左脳優位で言語能力が高くて、言語を通してコミュニケーションを取りたいっていうタイプの人で、もしもその相手子供が全く逆のタイプだった場合、まあ、大人はなんでって思うだろうなっていうふうにちょっと想像できますよね。で何にせよ、まあどうにかして伝えたいっていう思うようなこととか、その相手が いる場合にこそ表現っていうのはね、何とかして伝えたいって思う思いがあるからこそ人は伝えるわけなんですよね。表現を磨かれる機会になるわけですよね。で、まあ、ちょっと深掘りしてみたんですけれども、教室でね、例えば言葉が足りないというか表現できない子供がいた場合ね、どんな風に言葉をかけるかっていうのなんですけれども、まずでは先生が、林先生が代わりにお話ししてもいいですかっていう風に、先生が例えば作品だった場合、じゃあ先生が紹介してもいいですか代わりにっていう風にまず断ってから、ここはこういう風になっていて、こうこうこうだから、一番工夫したポイントだと先生は思いますとかいう風に、もしも彼女彼が説明するのであれば、自分のねプレゼンテーションするのであれば、こういう伝え方をすればいいんだよっていう、なんて言うんだろう、構成と
かですね、あの伝え方みたいなものを勝手に本人が吸収していってくれるであろうということを想定して、とても丁寧に大人が説明する場合はこんな風に伝えますよというお手本をただね見せるという感じで、そこに押し付ける気持ちとか、もっと話したらいいのになみたいな気持ちで全く言わないことがポイントです、コツですけれども、先生がこういうふうに感じたし、こういうところをこういうふうに工夫していて、ここが一番面白いポイントだと思いますっていうふうに、じゃあ代わりに言ってもいいっていうふうにして、何度かね伝えるのを聞いているうちに、知らないうちに吸収していって、ある日突然ね、その構成力とか文章のね語彙力とか満ち足りた時に、あとはその間違えるかもしれないっていう不安があって話せない場合もあるので、大勢の前でね話す時はそれがなくなった時という、場合もありますが、その言葉の表現というのがすごく深まっていったりするっていうことが起こります。で、この方の質問について考えましょうか。提案としてはね、その質問は何だったかな、考えることや具体的に話すことの良さ楽しさを分かってもらえるような遊びはありますかでしたね。どの場合かということによって、答えはものたくさんあるんですけれども、単純にその言葉のストックが足りない場合であれば、語彙力を伸ばしていこうと思ったら、読書が一番いいかなと思いますけれども、遊びっていうふうな質問のされ方をしているということは、このお母さんもできればその強制した感じではなくやりたいなという気持ちがあるのかなというふうに思ったんですよね。実はねこの日ねオンラインチームだけやってたことなんですけど、なんだったっけな、テーマトークをしてたんですね。夏明けだったのね。夏の思い出をもしも色で例えるとどんな色ですかみたいな、ちょっと抽象的なお題に対してみんなで色で表現していこうとか、なんかそういうテーマトークみたいなのをちょっと遊びでやってたんですけれども、そういう遊び子供は大好きですよね。でそれも遊びと思ってるから乗ってくるわけで、そういう意味でね、このお母様の質問、遊びはありますかっていうのはすごくねまとえてる質問だと思います。で、いろいろ話しましたけれども、一個ね私思い出したカードを使った遊びみたいなのが知っていて、それをねどこにしまったかなと思ってさっき探したんですけど、多分ね根津のねアトリエに置いてきてしまっていて、リフレクションカードは手元にあったんですけど、リフレクションカードみたいなやつなんですね。よく企業とかの研修とかプロジェクトチームとかで使ったりする、その内省を振り返りとかするため の道具として使うカードをリフレクションカードっていうのがあるんですけれども、それにちょっと似てるなっていう感じなんですけれども、何が似てるかというと、その何て言うんだろう、無意識下に感じていることとか考えていることを表出させるようなクエスチョンがカードでね示されて、それをもうゲームのような感覚で言葉にして伝えていくっていうのがある、そういうカードがあって、それがねオトグラフィーっていうカードの名前なんですけれども、それをね作り出した人、一緒に作り出した共同制作者みたいな方と会った時にね紹介してもらって、一回私も遊んだことがあるんですけど、今手元になくてですねあれなんですが、どんなものかというと、オノマトペを使ったオリジナルカードなんですね。それでタイトルが音グラフィーなんですけど、擬音語擬態語がたくさん書いてあって、でそれを何枚だったかな、確か現在過去未来とかで3枚選んで、それをこう分からないまま選んで
ひっくり返したらたくさんの擬音語擬態語オノマトペが出てきてですね、それをもう無理やりつなげてストーリーを自分の中でつなぎ合わせて話をしていくんですね。例えばざわざわとかガターンとかキャーとかわかんないですけどいろいろなオノマトペありますよね。ビビビとかキラーンとか言ったかな。そういうのが3つ出てきて、その3つをつなぎ合わせて自分の中でストーリーを作って話すみたいな。で話した後に確かこれ私写真撮ってたから覚えて今見れるやつがあるんですけど、そこにプラスしてクエスチョンが投げかけられたものに対して答えていくみたいなこともして遊べるんですね。なんか話を掘り下げていくみたいな感じなんですけど、扉を開けたら未来の私が待っていましたとか、でその未来の私にかけたい言葉は何ですかみたいな、そういうちょっと普段では思いつかないような質問みたいなものが書かれていて、うわ何だろうって言って想像してまた話をみんなでするっていう、まあ、遊びのようなものなんですけれども、まあ本当に目的としてはその潜在的に持っている気持ちの掘り起こしとか、無意識にね隠れていた普段自分の中 にあったけれども、そういう何かを引き出してみようみたいな、そういう体験ができる面白いものなんですけれども、単純に本当に私もやってみた時にもう 4,5 年前ですけれども楽しかったですし、言葉を紡がないと表現できないから、結構ね高学年とかに中学生とかがちょうどでき始める年齢になるんじゃないかなというふうに思います。今この子4年生なのでもしかしてちょっと早いかもしれないですけど、単純にねそのオノマトペって子供大好きなので小さい子でも、そのもっとちっちゃい子であったらオノマトペ、その出してきたカードにね書いてあるオノマトペを見てそれにまつわるものを探してみようとか、なんかそんなもっと単純なゲームとしても多分遊べると思うんですが、それをそのオトグラフィーというカードのゲームのやつを思い出しました。このお母様の質問によって興味があるよという方はちょっと調べてみてもいいかもしれないです。で今日はですね深く考えて表現するためにどうしたらいいのかという質問に対してねちょっと掘り下げて考えてみました。まあ深く考えて表現するためにはどんな状況であれば良いのかとか、子どもたちがね、で逆にもう私たち大人がどういうスタンスであればいいのかとか、まあ、遊び感覚で言葉を使ってする遊びもちょっとご紹介してみましたけれども、何か一つでもね皆さんの役に立ったら嬉しいです。花丸学習会にねお通いであったらもう国語大会とかねテーマ設定のある課題作文とかね語彙のストックを磨いていくっていう課題をたくさん普段からねあると思うので、年齢的なことを考えると外の師匠っていう言い方をするんですがけれども、外で出会う家族ではない大人とか先輩たちとの交流の中でもう揉まれて経験をたくさん経験をして自分の力を磨いていく時代に足を踏み入れている4年生ってね時期だと思うので、家の中だけで何とかしなくっちゃって思わなくていいと思います。で何かあった時にはお母さんに話そうって思ってもらえるような、そういう何て言うんだろう、親子関係、信頼感のある親子関係がもうあれば家で何とかしなくっちゃ、この子の力を伸ばさなくっちゃって思うよりかは、たくさんいろんな大人とか先輩とかに刺激をもらって勝手に学んでいくんだろうなということを信頼してあげられるというような親子関係を目指す方がいいんじゃないかなというふうに思います。何か一つでも、ためになって
ったら嬉しいです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。だけの色